グリップ、姿勢、足、そしてバランスよく振ると。どうも、ゴルフレッスンプロの菅大地です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。ということで今日はですね、初心者の方にお送りするゴルフ基本編として構えについてのお話でございます。この最大効率で振るいいスイングをするためには必ずいい構えが必要になってきますので、今日は大きく分けて3つのポイントについて、大事なポイントをね解説していきたいと思います。喋りながらちょっと打ってみたいと思います。1つ目はグリップ。グリップがどういう力で握れてるか、テンションで握れてるか、形で握れてるか、そしてこの前傾姿勢という背中のこのアングルですね。でそして最後は力を伝える上でベースとなってくる下半身、膝の曲がり具合、足の力のかかり方。グリップ、背中の姿勢、足の形、曲がり具合、その姿勢があっていいショットにつながりやすくなりますので、それぞれのポイントについて簡単に解説していきたいと思います。まず1つ目のこのグリップというお話ですね。これは先日の動画でも、配信いたしました。このクラブを持っているという最低限のやはりテンションは保つこと、左手は押している方、右手はそれをこう引っ張っている方、そのてこの原理によってクラブヘッドは今このように上に上がっております。この力のバランスをしっかり保って振ることで、フェースが返りやすくなりますよとか、クラブの軌道が安定しやすくなると思ってますので、このグリップで気をつけるポイントは、クラブポンと置いてただこう持っただけ触っただけっていうのは全然テンションがねこの手にかかってませんし、押せてもないということで、こうなってしまうと両方とも手で上げるっていう、こう手の高いバックスイングになっちゃうとですね、しっかりこう肩も入っていかないし、力もこう下半身に溜まっていきませんので、まず1つ目のグリップのポイントはクラブを持ち上げて、そしてこの左手は押している、右手は引いているという形で、その力を保ってまず構えましょうというのが1つ目です。そして2つ目の体の姿勢、背中の姿勢、前傾角度ですね。前傾角度なんですけども、この前傾角度というのはクラブが長くなればなるほど浅くなりますし、短いクラブ、サンドウェッジ、ピッチングサンドウェッジっていうようになっていくと前傾角度が深くなっていくんですが、今日ちょっと気をつけていただきたいポイントとしては、やはり猫背になってしまう方っていうのがうまく打ててない方とか、軸が安定しない方で多いです。無意識にこのように背中が丸くなってしまう、もしくは目線がですねボールを覗き込もうとして顔が下にこのように向きすぎてしまって、無意識に背中ももちろん一緒に丸くなってしまうと。で背中が丸くなるとどうなるかっていうと、もちろん骨盤の前傾がですね、できなくなってくるんで、このように覗き込んだような姿勢はやっぱり頭が一緒に動きやすいようなスイングになったりですね、この猫背からの姿勢っていうのでバックスイングを上げていくと、やっぱり左肩がこう上がってくる、要するにこのスイング軸というものがしっかり保って上げられなくなってしまうわけですね。本来はこのスイング軸を保って上げたら、左肩はこのように下がったような関係性でバックスイングトップを作ってこのような形にならないといけないんですけど、左肩が少し下がった形ですね。この猫背の方の結構特徴的なですね上げ方、そして上がった時の形としてはやっぱり手で上げるような形になりやすいので、このようにやっぱ左肩が上がってきてしまいますね。左肩が上がった瞬間にもう前傾というのはもうなくなりますので、なんとか手を伸ばす、体を伸び上がって打つしかなくなってしまいますので、やはりこう力というのは上に向かって煽り打ちが強くなっちゃいます。ここでのポイントは、このようにクラブをですね後ろ背中に回していただいて、こう手元をちょっと尾てい骨のあたりにつけていただいて、そして背中、この首の付け根、後ろ側ですね、首の付け根、そしてこうちょっとね身長を測るじゃないですけど、このピタッと頭も一緒にくっつけてあげます。このようにしてこの尾てい骨から頭までちょっと一緒に背中もくっつけるという形から前傾をするようにしてみてください。でもちろんこのままだとちょっと覗き込んだ形みたいになりますので、頭だけ最後少しだけ離してです。そうすると背中はいい姿勢、アングルになりますので、もちろんこれはドライバーと浅いピッチングサンドアプローチはちょっと深くなると覚えておいてください。どれくらいの深さがいいんですかというのは、このですね足に最も力がかかる、そして回転してもバランスが崩れないような、それはね素振りをしていただいて個人差がありますので、約ドライバーでは30度くらい、教本ではね約30度くらいがいいんじゃないかと言われておりますが、大事なポイントとしてはこのように背中が丸くなって上から覗き込んだような形、こうなっている方はやっぱり骨盤の前傾もできてませんので、少し背中が丸まってるなと思う方もこのようにしてまずは構える癖をつけてください。そうするとですね、この姿勢をやるともちろんこう両手を後ろに回してるんで少し胸を張ったようなですねこう姿勢も良くなりやすいので、是非最初はこのような形からイメトレをすることをお勧めいたします。でそして最後、足です。せっかくいい前傾ができたのに最後ですね力をためるためにはやっぱり膝が曲がってそれを力をこう受け止めないといけないんですけど、せっかくいい姿勢ができたのに膝がこのように前に出てお尻が下に下がっちゃう、結局これ前傾がなくなっちゃって骨盤もこれまっすぐに近い形になっちゃってますよね。骨盤が今倒れてこう体がくの字になっているのが膝が前に出てお尻が下に下がることによってこう台無しになってしまいます。この形もやっぱ足が使えないのでこう止まってしまう、手打ちになっちゃいますよね。手打ちになりやすいそういう構えに陥ってしまいますので、膝を曲げるポイントはぐーっとお尻を後ろに出すような感覚と、大事なのはこの太もものハムストリングですね、後ろのハムストリングが伸びるような感覚なので、これは逆にこっちが伸びます。表のももの筋肉伸びちゃうんで、これはやっぱり足が止まりやすい動きになってしまいますので、お尻を後ろに出して少し緩めた時にこの要するに膝とお尻がちょっと遠くなるようなイメージですよね。そうするとこう後ろ側引っ張られる、ここは是非鏡等を見ながらですねお尻が下がりすぎないように膝を曲げてください。お尻の位置はなんとなく見た目としてはこう下がったよりも上がってる方がいいので、ということでまとめますと、グリップのこの力感、そして背中がまっすぐ伸びる軸、いい回転をするためのやっぱり軸、そしてその回転をしっかりリードするためのこの下半身の形という大きく分けて3つのポイントがございますので、構えの中でグリップ、背中の姿勢、そして足、この3つができていいスイング、バランスのいいスイングが生まれてきますよということですね。是非このルーティンとして今のようにグリップを持ち上げて手の中でその左手を押してる、右手が引っかかってる、軽く確認して、背中が丸くなりやすい方は一度こう立ってから前傾を作る、そして最後膝を曲げる時はわずかに少し太もも、お尻側がちょっとこう伸びるような感じ、そうしてですね、できればそのスイングは今ドライバーを打ってますが、ドライバーに限らずやっぱフィニッシュがしっかり止まれてくるようなですねスイングを目指していただければと思います。是非こうルーティンの中でグリップ、姿勢、足、そしてバランスよく振ると、動きに関しては他の動画でもいろいろ説明しておりますが、まず動きの前にとにかくやっぱり構え、いいグリップ、いい姿勢、そして足にちゃんと力がねこう入っていく、使えるようなそういう姿勢になっているかということはもう絶対条件になりますので、あまり良くない姿勢からこう最大効率スイングというのは絶対不可能だと思っておりますので、そこは常にですね気をつけていただいて、自分は大丈夫と思ってても結構ですね違った形で力が出ない形で構えている方って非常に多いです。これは是非、鏡の前だったり動画でチェックしていただいて、姿勢ですね、動きだけのチェックじゃなくて姿勢をチェックしていただければと思いますので、初心者の方はですね特に気をつけて、ここをねうまくできるようになるといいスイングをね早く覚えることができると思いますので、頑張って参考にしてみてください。ということで参考になれば高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。